皆さん今日はお集まりいただきありがとうございました。チームとして、B1 昇格という目標は達成できなかったんですけど、本当に今年のメンバーっていうのは全員プロフェッショナルで、まあ、何度も言ってますけど、どこに見せても恥ずかしくない選手たちというか、そんな選手たちを自分はキャプテンとして、誇りに思ってます。またボルターズがこうプレーオフで、まあ、4回、まあ、自分自身も悔しい思いをしていて、本当に来年の故郷を、まあ、熊本だと思ってます。ですのでもう熊本が上がっていい時だと思います。なので来年こそは必ず B1 昇格しますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。チームと一緒に一つ一つ強くなっていって、それで
に向かっていってほしいと思っていて、そういう、一番力のある土地だというふうに思っています。なので、次シーズン、またこのままでいけば、皆さんの声なしのまま試合が行われると思うので、僕たちが本当に感動させてもらった、そして、なんていうんですかね、本当に日本一すごいパワーがあると思ってます。そのパワーとチームのパワーが一緒になって、本当に今、あそこに、来季はということを書いてありますけど、次の目標、またその後の目標というところに、一丸となってぜひ向かっていってほしいと思っています。皆さんのパワーは本当に日本一です。それだけ、感動しています。本当にワンシーズンありがとうございました。